こんにちは、マサです。今日は陰謀論者の論理の飛躍っていう話です。論理の飛躍とは、道筋が欠落して、遠く離れた場所へ飛んでしまうことです。漫画家なんかのクリエイティブな業界に多いんですけど、ある意味、天才かもしれません。しかし、一歩間違えると、オウム心理教みたいな、 大きな事件を起こしてしまう可能性もあるんです。ですから、ある意味、紙一重なんです。ユーチューバーにも結構いるんですけど、例えば、こういうことを言ってます。前大統領のトランプさんは、現在も大統領であると、バイデンさんではないと言ってるんです。そして、そのトランプさんの軍隊が、地下で、レプタリアンと戦っているそうです。 レプタリアンっていうのは、爬虫類人類だそうです。爬虫類みたいな人類です。ある意味、作家的な要素を持ってますよね。あとは、すでに金本位制になっているとか、FRB はすでに解散しているとか、そういうことを言ってます。私の動画のコメントにも、結構こういうことを書く人がいます。金の量が足りませんから、 法院制は無理ですよって私は言ってるんですけどそんなの関係ないんですよこれが論理の飛躍なんですもう一個例を挙げると先日こういう記事があったんですねフランスとイラク包括的戦略パートナーシップ協定に調印と両国は汚職防止安全保障再生可能エネルギー文化の分野における 二国間関係の強化をうたった文書に証明したと再生可能エネルギーっていうのは普通に考えると太陽光なんですけどこれがなぜか宇宙エネルギーになっちゃうんです宇宙エネルギーを取り込んで無限にエネルギーを作る発電所を作るとそういうことを言ってるんですこういうのが論理の飛躍なんですけど結構面白いですよね ですから、視聴者が結構いるんです。なんでこんなに視聴者が熱狂するかというと、おそらくこうです。今の自分の立場を逆転させたいっていう願望があるんです。でも、今の自分の力では無理ですから、王子様を待ってるんです。それがシンデレラ症候群です。さっきの例で言うとトランプさんです。トランプさんが世界を よくしようううと思って戦っていると、思っってて戦いいるそ設定なんです。だからね、トランプさん、早く私を迎えに来てって言っているわけです。さっき言った、禁忍法院制もそうですけど、世の中を良くしようと思って、誰かが禁忍法院制にしようとしているっていう設定なんです。こう思うことで、自我の崩壊を防いでいるんだと思います。 私はこれでいいと思ってます。否定はしません。なぜかというと、こうなってしまうかもしれないからです。どうせなら壊れてしまえと、今の自分の立場を逆転させるのは無理だから、自分を壊すか、他人を壊すか、っていうことです。ノストラダムスの大予言が流行ったのも、こういう背景があるんじゃないかなと思います。こんな地球なら壊れてしまえと、 そういう願望があったから流行ったんじゃないかなと私は思ってます。もちろん健在意識ではそんなことは思っていないと思いますよ。無意識というか深い部分でそう思ってるんじゃないかなと。私はどっちかというとこっちなんですよ。どうせなら壊れてしまえと思ってるんです。もちろん自殺もしないし殺人もしないんですけど、どっかで 早く壊れてほしいなと思ってるんです。こんな世界が続くんだったら、早く壊れてほしいなって、どっかで思ってるんです。隕石降ってこないかなとかね、そう思ってるんですよ。どっかでね。お金に困っているわけでもないし、病気になっているわけでもありませんけど、何かモヤモヤしてるんですよ。ですから、真相真理に何かあるんじゃないかなと思ってるんです。 その何かっていうのはわかりませんけどね。どこかで助かりたいと思ってるんだろうけど、諦めているんでしょうね。ということなんですけど、私は陰謀論者の気持ちがよくわかります。では以上です。ご視聴ありがとうございました。